summer sunning on the city lights. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I'm never think I bring a better life. I wake up with a fatty like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck, it's where you at because you never tried. Want a better life, I had a time, I bet it right. Yeah, I just took a time. それでは始めていきたいと思います。黒木俊光の三成ストレートの教科書出版記念パーティーにお越しいただきまして、皆様ありがとうございます。こんなコロナの時期にで、僕これ言われたのが1ヶ月半ぐらい前に、ジン君この日何してるって言われて、あ、僕京都でアカデミーしてますって言ったら、あ、じゃあ8時になら行けるねって言われて、1ヶ月ちょっと、まあ1ヶ月かかってないですね、もう本当にすぐ150名埋まって、やっぱりそれはもう黒木さんの僕は人徳だなっていう部分だったりとか、まあ、あとは皆様業界盛り上げていく仲間がこれだけいることがとても素敵なことだなと思うんですけど、今日はそんな黒木さんを皆様でお祝いしながら、このつながりを楽しんでコロナを打破していけるような時間になればいいのかなと思います。なんとかとなんとか短い方がいいのでね、さっさとみんなで飲みたいなと思ってます。今日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本は本を作って本を、まあ、ちゃんとお手伝いさせていただいて、でその後こうやってお祝いっていうのですね、出版社としても大変その料理についてます。まあ通の盆栽なんですが、御用祭りを見るんです。つまりお客様からのことをお待ちしています。ご来店をお待ちしています。こういう意味合いなんです。こういうので本業をこういうこの際をですね、プレゼントする、そういう状況なんです。上書房の中尾と申します。まあ、黒木さんと出会ったのは15年ぐらい前で、その当時ですね、黒木さんはカットの人でした。でそれがですね、その後ブリーチ、ハイトーンから、そしてケアの人と、まあ、武器をどんどん加えていき、そして今回の三成ストレートということで、また黒木さんは新しい武器を増やしました。まあ、日本の美容技術の進化、日本の美容技術の革新を、まあ、黒木さんが体現していただいているんだろうと思っています。おそらく、まあ、黒木さんはここに至る人生でですね、出る杭は打たれるという場面もあった、まあ、そういう悔しい思いをしたということも知ってます。でも今はおそらくもう出過ぎた杭は打たれない、だけどそこのぬるま湯に浸る黒木さんでもないと思っています。黒木さん、お仕事させていただいた中で、社員の僕たち自身が、まあ、一番成長させてもらえてるなっていうのを社員を感じてます。やっぱり僕、服毛矯正がむちゃくちゃ嫌いで、本当にお客様にも泣かれたこともありますし、今まで逃げてきたことも見極めなきゃいけないなって思ってた矢先に、まあ、黒木さんの三成ストレートに出会って美容院にして泣かせてたあの頃が、今は感動してお客様を目をうるうるさせるっていう。今回のように、自分の生きてきた足跡をこうやって書籍にして残すっていうのは、多分後世の部分について絶対に多くの人に幸せになってもらいたいっていう、その思いだと思います。これが美容師さんのバイブルになり、そして意味としてはお客さんが喜んでもらえる、そしてここにいる皆さんのご多忙と、ここにいる皆さんの最高の人生に乾杯！乾杯！毎日やればいい、それだけです。考えなさに濡れたって意味ないんだから、毎日濡ればいい、それだけです。悩むだけ無駄です。すいません、以上です。でも変わったり聞いたのは難しい。確かに。これは間違い。もう僕は結構感銘を受けたのが、まあ、薬剤の知識とか、こう目指している未来とか、まあ、そういうものをこう出会った後すぐ、まあ、僕も黒木さんみたいになりたいなと思って、僕はメンズパーマをよくやってるので、メンズパーマ業界の黒木さんになりたいと思って、
まあ、ちょこちょこコミュニケーション取って取らせていただいて、でこの間僕黒木さんにストレートしてもらったんですよ。でそこで直接技術のこととか聞いて、で今回このお呼びいただいてアカデミー育成の方がこの壇上で話されたりとかして、いや僕もこういう世界を作りたいなと思って、まあ、メンズパーマ業界で黒木さんになれるように僕自身は頑張りますので、まあ、とにかく今回は出版おめでとうございます。これからも追わせていただきますのでよろしくお願いします。黒木さん、ご出版おめでとうございます。同じアベンジャーズの一員として世界を美しく変える、ね、美容業界の教育を変えていく、もう共に盛り上げていきたいと思います。黒木さん、この度は、出版おめでとうございます。もう黒木さんはとにかく、ま、愛なんですよ、ね、僕もやっぱりその愛で救われたし助けてもらって、僕本当にしんどかった時に黒木さんに助けてもらったら、もう一生この本は忘れないし、どうやって返していこうかってずっと思ってます。もうこれからも、一緒に突き進みましょう。今日はおめでとうございます。はい、ブラザーおめでとう。逆境にも負けない、あとはみんなのことを考えているあなたが大好きです。出版おめでとうございます。こんなにたくさんの方々にお集まりいただきまして、本当に嬉しくて夢のようです。僕は何も持たなかった人です。明日生きていくのが難しいんじゃないかって思ったこともあるぐらい大変な時もありました。でもその時にやっぱり自分を支えたものっていうのが、美容の仕事を一生懸命やってきた自負だったなって思ってます。自分がやりたい仕事をしたいと思ってレースを出しました。21歳でした。当時本当に技術もない自分がお金もなくてお店オープンして、本当に大変な時期を経験して、で、まあ、何かの書籍に書いたこともあるんですけども、ちょっとこう良くなってきたなと思ったら、ただ本当に苦しくなってしまって、自分はやっぱりこの業界向いてなかったんだなって、本当に自分の能力を疑ったこともありましたし、そんな時に自分が諦めずにやってこれたのは、自分は目の前の人をきれいにできるっていうプライドですかね、自信がやっぱりありました。気づき上げた自分の技術に僕は助けられたなって思ってます。でそもそもこの本を出そうと思ったきっかけなんですけども、酸性ストレートっていうものは実は昔からあったのはあったんですけど、今のものではなかったんですね。僕がコンテストにずっと出てたんですけど、その時にお客様の感質が弱ってしまうっていうので、セルファーも当てれなくなって、せらずちょっと扱いにくくなってしまって、自分の責任でっていうのがやっぱりすごく自分は嫌だな、辛いなと思ったのがきっかけで、どういうふうにしてこの毛髪をもう一回綺麗に変えるんだっていうのを本当に試行錯誤してたくさんの検証して、それをするのにはスペック知識ではやっぱりできなくって、そこに技術が伸びてないとできなかったんです。だから自分はできるけど人ができないっていうことが、やっぱりあなたのせいで酸性ストレートをやって失敗してる人はいっぱい出るんだよ、やめた方がいいよって言われました。でも僕たちは自分の目の前で起こっているこのお客様の笑顔とか感動っていうのを知ってるから、いやいやちょっとそれ違うと思います、じゃあどうやって失敗しない人をたくさん作ろうかっていうことにシフトチェンジしました。自分が思いついてしまったこのことはきっとなんか日本の美容師さんの役に立つだろうと思ったので、これを形にどうしてもしたかったですね。アカデミーをじゃあやろう、自分たちの持っているスキルをとりあえず伝えようっていう回を放送させたんですよ。そしたら30人の枠に250人エントリー来ました。これ1期生ですね。こんなことありますかね。2期生からメッセージくださいにしたんですよ。情熱の熱さで選ばせてくださいって言ったら、2期生ももうすぐ転移オーバーして、で本当に情熱的な方々を30人選ばせていただいて、お伝えさせていただいて、で3期生は僕も最後にしようっていう気持ちで募集かけました。で最後にする理由は、1期生で卒業された卓越された技術者の方々が教育をしてくださるっていうのが僕らのゴールだったんです。で僕らのゴールは教育者を作ることなんです。教育を作らないと
未来に伝わらないんですよ。一人の成功で終わるんです。そんなことがしたいんじゃないです。でも最終的な成功って何やってたら、もう世界中で当たり前に綺麗が手に入れられるっていうことなんです。オンラインの方々が入っていただいてお金いただくのでなかなか難しいと思うんです。じゃあ最終的に、じゃあ書籍だったんですよ。もう上条さんに、僕ストレートパーマの本出したいと思ってますっていうところから、もう2つ返事ぐらいで連載やりましょう、でストレートとパーマ行きましょうってなったんです。こんな、なんか自分がやりたいって言ってることをちゃんと聞いて受け入れてくれて、やりましょうって言ってくれた中尾さんに感謝しています。僕たちのゴールは結局教育を残すこと、教育を残すことでエンドユーザーって言い方悪いな、全ての人々が当たり前に綺麗を手に入れられるっていう世界を作っておくっていうのを目の黒いうちにしたいんです。で最近自分の体調がちょっと悪い時があって、ちょっともうやばい、行ってまうかもしれへんって思ったんですよ、本当に。でした時に、何が心残りやって言ったら、やっぱり自分たちができることを人に伝えないで死んでまうことがやっぱり心残りやったんですよ。早くこれを伝えてしまわないとほっこりかれへんなと思って、最近ちょっと節制してます。昔の自分に言ってやりたいです。すっげえ何もなかった時の自分に、多分頑張ったらいいことあるよって言ってやりたいです。ぜひこの時代を一緒に生きる皆さんと、この世界を少しでもきれいに変えて、次の世界、次の世代に残していきたいななんて思っております。本日は本当にお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。世界基準に言われた時に、なんか本当にどうなったら世界基準になったのか全く分からなかったです。500巻クロックさん、この度は本の出版おめでとうございます。いつもクロックさんの教育の愛の伝え方にはすごく、勉強させていただいてます。今後も愛のある教育を続けてください。本当におめでとうございます。ありがとうございます。クロックさん、出版おめでとうございます。今日このパーティーのクロックさんの賛成スウェットアカデミー、こんだけの人が集まってるこの教育方法、素晴らしいと思います。引き続きよろしくお願いします。クロックさんの人に対する愛が大好きです。最高です。ありがとうございます。いつもおいっす。ありがとうございます。やめてこい、やめてこい。お疲れ様でした。お元気で。あ、ね、でも全然来ない。なるほどね、なるほど。さんの教育はこれから本当に世界を変えていくと思います。僕たちはそれを信じて共に進んでいきたいと思いますので、イエス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美容に対して熱意というか、お客様を綺麗にしたい、幸せにしたいという気持ちがそのままこう技術に対する熱意になっているんだなってすごく思ってて、この賛成ストレートの教科書を私も一緒に作らせていただいたんですけど、とってもこう思いを込めて作った本なので、お客様に来ていただきたいなと思ってます。お客様を幸せにする技術を手にすることができればいいなと思っているので、皆さん読んでください。世界を美しく変える。